ヨハンカルロス・コンセプシオン・フランデは、ドミニカ共和国、エル・セーボ州、エル・セーボ出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント。左投げ左だ。2004年12月13日にフィラデルフィア・フィリーズと契約。2006年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・フィリーズ戦で、プロデビュー。13試合に登板し、6勝1敗。 防御率2.08だった。2007年は、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグで13試合に登板し、3勝2敗、防御率2.36だった。2008年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグフィリーズで10試合に登板し、4勝1敗、防御率2.19だった。2009年は、A 級クリアウォータースレッシャーズで13試合に、登板し、7勝1敗。 防御率2.52だった。6月に A q レディングフィリーズへ昇格。13試合に登板し、4勝4敗、防御率4.58だった。オフの11月17日にフィリーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2010年は A q レディングで27試合に登板し、10勝8敗、防御率4.38だった。 オフの12月7日に放出された。2010年12月22日にアトランタ・ブレーブスとマイナー契約を結んだ。2011年は参加のトリプル A 級グイネット・ブレーブスで33試合に登板し、8勝8敗、防御率4.01だった。2012年はトリプル A 級グイネットで29試合に登板し、6勝11敗、防御率4.21だった。 2013年は、トリプル A 級グイネットと AA 級ミシシッピブレーブスでプレートリプル A 級グイネットでは31試合に登板し、9勝7敗、防御率4.18だった。オフの11月5日に FA となった。2013年11月25日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。2014年は、 参加のトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスで開幕を迎え6月25日にロッキーズとメジャー契約を結んだ同日のセントルイスカージナルス戦で先発起用されメジャーデビュー5回を投げ6アンダー4失点だったが勝ち負けはつかなかった6月30日のワシントンナショナルズ戦では5.1回を投げ6アンダー3失点で降板し メジャー初黒星を期した。3試合に登板し、0勝2敗、防御率7.36と結果を残せず、7月8日に、トリプル A 級コロラドスプリングスへ降格した。7月に一度、9月には、ロースター拡大で最小を獲した。この年は16試合に登板し、0勝6敗、防御率5.16の成績を残した。2015年2月4日に、 カイル・ケンドリックの加入に伴って、ディーフとなった。その後マイナー契約となり AA 級、ニューブリテンロックキャッツに所属したが、ブルックス・ブラウンが15日間の故障者リスト入り、ラファエル・イノアの降格、アダム・オッタビーノが60日間の故障者リストに移行したことに伴い、5月14日にメジャー契約を結び、昇格した。試合に登板し回を投げ点と、 ふるわず、5月26日に、クリス・ルーシンの昇格に伴い、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ降格した。その後、6月30日に再昇格し、7月28日のシカゴカブス戦でメジャー初勝利を挙げた。この年は19試合に登板し、3勝3敗、防御率4.74の成績を残した。オフの12月28日に、マイナー契約で再契約した。 2016年は、トリプル A 級アルバカーキで開幕を迎え、6月25日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。7月2日に、ィーフとなった。2016年7月11日、故障により退団したアレン・ウェブスターの代役として、韓国プロ野球のサムスン・ライオンズと契約した。同年サムスンの一軍では2勝を記録したが同年、限りで退団。 2017年3月30日にメキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメンと契約した。2018年も引き続き契約を結んだが、シーズン終了後に FA となる。2019年5月27日にメキシカンリーグのラグナユニオンコットンファーマーズと契約を結んだ。7月8日に FA となった。ありがとうございます。